こんにちは、ゆちです。本日もご視聴していただきありがとうございます。本日は、Q1 Pro を茶軸からバナナ軸に交換しましたビデオを撮影いたしましたので、そちらの方をご紹介したいと思います。それではご覧ください。どうぞ。待ちに待ったものがやっと手元にも来ました。すっごく楽しみにしていたので、これを開封します。ぜひご覧ください。待ちに待っていたものはこの軸になります。何軸でしょうか？どうぞご覧いただければと思います。こちらです。ちょっと黄色いですね。焦点を合わせて何軸でしょうか？そうです。私が求めていたバナナ軸になります。このバナナ軸を使って Q1 Pro を交換していきたいと思っています。ものすごく楽しみにしていて、早く手元に届かないかなと思っていたので、すごい楽しみです。楽しみしか言っていませんが、どうぞご覧いただければと思います。それではこれよりキーキャップの外し、そしてスイッチ交換に入ります。タイムプラスで撮っておりますので、短い動画になりますので、ぜひご覧ください。やっとキーキャップと軸を取ることができました。こう見るとキーキャップの凹凸というか高さが全然違うんだなっていうのをすごく感じました。で、取ったキーキャップなんですけれども、一つだけ失敗しました。直ればいいんですけれども、ちょっと直していきたいと思います。ではこれから、バナナ軸に変更しようと思います。頑張ります。このガスケットの音をお聞きください。すごいですね。これですごい。きっと吸収されるんだろうなと思います。ちなみに1個目、ちゃんとついていますように。これから今、軸を取り付けています。私の大苦手な軸装着です。少し手こずっておりますが、なかなか結構できたので、ちょっと安心しました。でも最終的にどこまでちゃんと出ているか確認をしていきます。キーキャップも付け終わりました。しっかり軸がつくかどうか、どうか全部軸がうまくいっていますように願います。あとこの2つ普通なんですけれども、すごいつきにくくてつけれなかったので残ってます。どういうものだったんでしょう。まあでも、まあ他にまだ残っているので、これから試し打ちをしていこうと思います。試し打ちをしたところ全部できました。前回、先週やった軸交換を糧にして、なんとかうまく装着できたことに、できたことがめちゃめちゃ嬉しいです。なので、今週はこちらの
Q1 Pro を使ってタイピングをしていきます。どうぞご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今回はさよならです。